どっちもさ、残るカードはお前、当然片方はババだ。最初に選んだ方を取れって。ちくしょう、頭にた。おい、もう一勝負だ。来週の飯代をかける。別に賭け事が好きってわけじゃないんだ。ただどうしても勝ちたいやつがいてさ。ああ、そいつやたらと賭け事に強くてさ、今まで一度も勝ったことがないんだ。ポーカーフェイスってやつなのかな。まるで表情が読めないんだ。そのくせ表情を変えて誘ってきたりしてさ。言われてるわ。あんた顔に出すぎって。動揺させる。問題はどうやって動揺させるかだな。この野郎。でもお前の言う通りだな。何か手を考えるか。年頃の女の子らしい態度をさ。いやいや、愚痴を言ってても仕方ない。そうだな、めちゃくちゃベータだけど、おもちゃの蛇を投げつけるとかどうだ。あー、それじゃあダメだね。びっくりどころかピクリともしないよ。そうだよな、つーか怖いものとかないだろう。この前のデートで見たホラー映画だって怖がってたの俺だけだったしさ。まあそうだったな。男のくせに悲鳴あげてさ、本当に滑稽だったよ。仕方ねえだろ、俺はナイーブな性格なんだ。つうかびっくり演出って邪道だろ。邪道ね。まそういうことにしといてやるよ。てか、なんでお前がここにいるんだよ。用事があって通りかかっただけ。そこはさ、彼氏に会いたくなったとか嘘でも言ってくれると嬉しいんだけどな。嘘でいいの？じゃあそういうことで。やっぱ嘘はやだ。とまあそれはさておき、用事ってなんだ。まさかデートの嘘じゃなんて。こいつから誘ってきたことなんて一度だって。はい、これあげるよ。なんだこれ、なんかのチケットか。これ温泉のペアチケットじゃないか。それも鬼怒川の有名宿のやつ。さっき商店街のくじ引きで当たっちゃってね。それ使うなり転売するなり好きにしていいから。おいおい、どうしてだよ。せっかく当てたんだから使えばいいじゃないか。わかんないかな。当てるまでのスリルが楽しいわけで、商品そのものに興味はないんだよ。そもそもさ、私が温泉に使ってるイメージある？あんたも恋人だったらもう少し理解してくんない？なるほど、言われてみれば。そういうわけで、そのチケット本当に好きにしていいからね。
止まった。なに？転売とか面倒って話？転売なんてするかよ。それよりもっといい使い道があるんだ。そういうのパス。さっきも言ったでしょ、私にそういうのは。どうしても嫌か？恋人とのお泊まりデートなんだぞ。恋人と一緒ってのはギリでありだとしても、温泉なんて退屈だし、スリルのかけらもないじゃん。それともあんたが楽しませてくれる？彼氏の俺とイチャイチャするってのは？ないわそれ、ないわ。ていうかさ、それ売ってギャンブルしに行こっか。売っちゃダメ。わかった、俺がスリル満点の旅行を約束する。へえ、言ったね。もしダメだったらどうする？もうかけ、そうだな、今後一切花火に逆らわないってのはどうだ？いいねそれ、これで奴隷ゲットってわけだ。よーし、トビオの提案に乗ってあげるよ。奴隷って、お前結構サドだよな。なんか楽しみになってきたな。期待してるよ、トビオ。もしかして鬼怒川にもいろいろあるのかもしれない。なんせタクシーのうんちゃんも驚いてたしな。そんなとこに行くんですかって顔してたぞ。まあどうでもいいさ、ちょいと我慢すれば奴隷ゲットなわけだしね。ま、待って、それは早計だぞ。いかに牛が歩いてるような卑怯だとしても、いやだからこそドキドキワクワクが。ドキドキワクワク、怪奇小説みたいに奇襲とかあったら面白いかも。奇襲ってあれか、謎の儀式とかそういう。そうそう、そういうやつ。トビオが村人に捕まって生贄にされんの、面白くね。そこ俺じゃない方が面白いぞきっと。なんかちょっとだけ楽しみになってきたかも。コンビニもハンバーガー屋もないけどさ。な、そうだ、ありがとな、来てくれて。これも賭けだからね、私を楽しませてくれるかどうかをさ。わかってる、きっと楽しませてやるから。そんじゃトリマー宿に行こっか。荷物置いてさ、その辺をぶらついてみようよ。こっちに温泉まんじゅうあるぞ。そりゃ温泉だしね。ほら、温泉卵もあった。そういうこと言うなって。おお、三角形のペナントとかあるぞ。へえ、まだこういうの売ってんだな。こっちには木刀があるね。男子ってこういうの買っていくんでしょ。定番だな。あと変な実手とかんで、宿で暴れて先生に没収されるまでがセットだ。本当にバカだね。でもそういうのってちょっとだけ面白いよ。それは嬉しいね。そうだ、せっかくだから写真撮ってくれよ。はいはい、わかったって。じゃあ撮るよ。
勝手に商品触っちゃって。仏頂面だってさ。でもいい機会だし、なんか買ってやろうか。仏頂面で悪かったな。それ欲しいものなんて別に。お、これなんかは花火向きじゃないか。パワーストーンのブレスレットだってさ。勝負ごとにご利益もあるのだし、悪いけどこういうのはいらないよ。なんでだよ。ギャンブラーってそういうの大事にするんじゃないのか。そこらのギャンブラーはそうかもしれないけどさ、私は勝ちたいんじゃなくて傷つきたいんだよ。それなのに幸運を引き込んでどうすんだって話だから、ボスいらない。そういやそうだったな。ごめん、気が利かなくてさ。あ、いいよ、別に謝らなくていいって。これは私のポリシーなわけだし。なんか買っていくかな。このトランプって、こんな秘境温泉でもコラボ商品とかあるんだ。そのリボンつけた猫ってあれだよな。うん、バーローキディだっけ。いつだったかイコが騒いでた気がする。これ欲しいか。別にいい子だったら喜ぶかもなって思っただけで。いいからいいから、目に留まったってことは縁があるってことだろ。じいちゃん、これと、あとこれ頼むよ。てわけで、これ、花火に。だから、私は別に。それもプレゼント。わあ、まだ開けないでくれるか。なんだか気になるな。もしかしてこれが言ってたスリル。さあどうか。少なくともお前をがっかりはさせないと思うぞ。そっか、それならありがたく受け取るよ。ありがとう。どういたしまして。たまには彼氏らしいことがしたかったしな。なんでも半額チケット？こんなのもらっていいのかよじいちゃん。やったな花火。せっかくだし縁日に行ってみようぜ。縁日か。悪くないかもね。トビオが敵屋に騙される姿を楽しむのにさ。騙される前提かよ。てか敵屋ってそうなの。冗談だよ冗談。でも忘れてないだろうね。私にスリル満点の旅行を楽しませてくれるんだろう。今んとこその気配は1ミリも感じないけど。焦るなって、ちゃんと考えてるからさ。私はどっちでもいいけどね。それじゃ縁日を見に行くとしようか。うほー、たこ焼きにフランクフルト、リンゴ飴、どれもこれも最高じゃねえか。ちょっと食べ過ぎじゃない。いくら全品半額だからってさ。買ったら意味がないって言いたいんだろ。だがお祭りで食う飯は3倍うまい。それはそうかもね。でもあんまり食べ過ぎない方が。あの射的はなかなかいい景品並べてるね。あのゲーム機トビオが欲しがってるやつじゃない。うおー、プチエボ。多分100寄せだよな。OK、
あんたが言う通り、あれは絶対に落ちないよ。そう言われると挑戦したくなってくるな。やめといた方がいいって。それにその半額チケット、食い物以外は無効でしょ。それでもだ、俺はここが勝負の時と見た。絶対後悔すると思うけど。いいね、私が付き合ってあげるよ。負けた、徹底的に負けた。だから言ったのに、店がこれは渡してもいいってものを選ぶのが射的の攻略方法だよ。セオリーではそうかもしれない。だがセオリー通りじゃつまらないだろ。いいね、あんたも少しだけ分かってきたみたいだ。花火、次は金魚すくいで勝負だ。今度こそ俺が勝利をつかんでみせる。いいよいいよ。で、何をかける？せばよかったのに。中井さんだってそう言ってただろ。無駄にするのは好きじゃないからね。それよりトビオの方こそ大丈夫？正直結構辛い。腹が裂けそう。でもさ、花火に楽しんでもらえてよかったよ。楽しんでくれたよな。思ったよりも楽しめたよ。だけど来る前にあんたと約束したものじゃないね。もしこれで打ち止まって言うなら、賭けは私の勝ちってことだ。異論はないね。異論はない。ただ打ち止めじゃない。どんなサプライズがあるのか教えてほしいね。さっき買ったトランプでババ抜きだ。ババ抜き？それ本気で言ってる？ああ、本気も本気さ。もし花火が勝ったら何でも言うことを聞く。それはダメ。だって最初にかけてるからね。他のものをかけな。だったら花火を一生愛するってのは？もう勝負が始まってるってわけか。どうする？勝負を受けるか？いいよ、受けてやる。もし私が負けたら、トビオも好きにしていいよ。よし、こっちに異論はないよ。それとチンタラやっても仕方ないし、勝負は一回だ。そんなことを言って後悔しなければいいけど、私にババ抜きで勝ったでしょ。それは今までだ。今回は違うさ。さっきの晩飯も最高だったけどさ、俺としては電車の中で食べた駅弁が忘れられないな。あー、それわかるわ。コンビニ弁当なんかじゃたどり着けない境地だね。帰りもあの駅弁食べたいけど、売ってると思う？どうだろうな。でも別の駅弁でもいいんじゃね。もっとうまいのが見つかるかもしれないしさ。それって賭けだよね。
じゃないけど。そういえばさ、お土産屋のじいさん、ノリ良かったよな。あんな頑固っぽいじいさんなのにね。それに店に置いてあるのはコラボのキリーちゃんだし。いいギャップだったよな。なんか俺また来たくなってきちゃったよ。それでまた射的に挑戦すんの？トビオがあんまりしつこいから敵屋のおっさんめっちゃ困ってたじゃん。それは花火のせいだって。景品のぬいぐるみ根こそぎゲットされたしさ。仕入れ原価を考えてみたら、どれだけ取られても絶対に損するはずないって。どっちかというとメンタルな意味で。私は1枚、トビオは2枚。つまりトビオの手にはジョーカーがいるってこと。どうした、聞かないのか。そうせかすんじゃないって。やっと燃えてきたんだ。もう少し楽しませなよ。楽しませる。なんか勝負とかどうでもよくなってきたな。喜んでくれてるんだぜ。いつもは退屈そうにしている花火がぜ。だからもう勝負なんてどうでもいいんだ。それより花火の笑顔をもっと見ていたい。なんで笑ってるんだ。そりゃ花火と一緒だからな。お前と一緒にいると楽しくて仕方ないんだ。バカなこと。私を動揺させる作戦ってわけか。動揺？俺はお前と楽しみたいだけだよ。いや、花火の笑顔を見てみたい。いい加減にしろ。もういい、こっちにする。俺の勝ちだよな。うん、私の負け。完敗だね。おい、いいのか、そんなあっさり負けを認めて。負けは負けだからね。それをごまかしたりしたら訳がわからなくなる。それよりどうやったのさ、あんたが浮かべてたあのアルカイックスマイル。俺は仏様じゃねえっての。たださ、この旅行のことを思い出してただけだよ。本当に来てよかったなって。もう私はそんなのに負けたのかよ。それと花火にあげたプレゼント、あれのご利益があったのかもしれないな。そういえばあれ何が入ってたんだ。せっかくだし開けてみたら。これってな、掛け事とかのやつじゃないぞ。それは持ち主に癒しを与えるものだってさ。リラックスできたり癒されたりするならリスク回避とは別だから構わないだろ。というわけで誕生日おめでとう花火。なんでなんで、もしかして覚えてたの。当たり前だろ。そうじゃなかったら無理に旅行に誘ったりしないって。そっかそうだったんだ。ありがとうトビオ。これで少しは恋人らしくなれたか。それはどうだろうね。
私は欲深だからこんなもんじゃ足りないよ。だったらどうすればいいんだよ。そんなの決まってるだろ。これからも私と一緒、ずっと一緒にいてくれよ。そうすれば私も楽しめる。トビオと一緒にいればずっとね。背中がひりつかなくてもいいのか。ひりつくばっかりじゃないしね。このブレスレットと一緒に私を癒してくれる？そういうことなら望むところさ。これからも一緒だ。また旅行に行きたいしな。それはいいね。でも退屈な旅は真っ昼だからね。ちゃんと私を楽しませてくれないと許さないよ。